なんか素敵な軽キャンが止まっていて、でなんかお話を聞いたら中見せていただけるということで、ちょっと見させていただくことになりました。青森県の会社さんで作ってる軽トラ用の、多分キャンピングカーなんだと思います。横山椎名と申します。横山さんの車で、はい、でこちらが車屋さんなんですよね。はい、そうですね。花形モータースの宗形と申します。はい、花形モータースさんが作ったキャンピングカーということなんですね。あと名目でいくと一応カウンセリングカーっていう、カウンセリングカー、お仕事で使う用の移動式の事務所のような使い方。はあ、カウンセリングカー で、あの電源も照明も備えた、一応あ、まあ、あの自社仏閣のボランティアされてるので、その神社とかで、はい、あの御朱印の発行とかそういうお手伝いもされてるので、そういうところであのお客様がいらっしゃったら、まあ、ここの中でカウンセリング受けたりっていう風な形でテーブル備えたり、神社仏閣をなんかやっ普段は神社仏閣お掃除ボランティアチーム109というのを運営してまして、はい、普段のお仕事はイタコさん。え、イタコ？イタコさん。イタコなんですか、お姉さん。それにやってます。はー、いや、ちょっと、お、面白すぎる。完全に外壁がこう、木でできてるっていうのは結構珍しい気がするんですけど。これはあの、インゴ箱を使用してまして、うん、インゴ箱ってあのすごい耐久性が良くて、40年選手くらいまでは中古でも使えるんですけれども、50年選手になるとお金出してこう業者さんが燃やして捨ててたっていうことで、建材に板柳のキープレイスさんっていう会社で、はいはいはい、利用したものを使わせていただいて、まあ、底板も横板も全部バラバラに一体ほぐして、ここだと多分下で引きずった跡とか、ここの扉の上の方だとあのちょっとメモしただろうなっていうメモの緑の、はい、変な跡とか、本当だ、ありますね。場所によってはこの釘打ちした跡とかいっぱいあります。本当だ。ということはこれはリンゴ箱ですね。そうですね、あのリンゴ乗ってる風なイメージで。あー、なるほどなるほど。大きなリンゴ箱を乗せた、軽トラ、はい、言い方としてはへー、ちょっと気になる。これ津軽ビードロじゃないですか。はい、津軽ビードロ。普段はこれ表札に使われているようなサイズ感のものなんですが、うちの兄が作っておりまして。え、お兄さん津軽ビードロの職人さんなんですか。そうですよ、もうちょっとであの伝統工芸士になる候補の、はい、筆頭でございます。そういうご縁で。そうなんです。素敵ですね、青森ならではの。そうなんです。じゃあ車ですね。だからこれを見て津軽って素敵だよなってこう見かけた人が思ってもらえたらいいなっていう思いもちょっとあって。あ、はい、これは販売してるものなんですか。オーダーメイドで私が作っていただいたものなので、まあ、もし作ってほしいよってことであれば相談を花形モータスさんにしていただいて。なるほど、花形モータスさんでやり取りしながら、ね、ああしたいこうしたいって相談乗っていただけると。そうですね、うん、中身も全部自分の好きなようにこう棚どうするとか電気どうするとかもあの聞いていただけるので、ちょっと まあ、これが冊子がついてて、なんか網戸も出せるので虫が入ってこない、はい。ここに大きなロゴがありますけど、これがボランティア団体のロゴで、はい、神社仏閣お掃除ボランティアチーム109で、徳つもうねの109で、へえ、ナンバーも109で、本当だ、はい、徳つもうぜと私の誕生日を兼ねて。え、お誕生日が10月9日。あ、そっと煩悩が108個なので煩悩の一歩先へっていうイメージで、その先へ。これはこだわってますね。へえ、建材なので防水加工ももちろんしてあって、はい、お家の外壁と同じなので問題なく。はあ、まあ、コーティングしてあるんだ。はい、はい、こっちは窓ですね。そうですね。あら、こういうチラシ貼る。
お掃除の道具ここだけの予定で、うん、あここにお掃除の道具入ってるんだ、はい、ここに入っていて、普段カウンセリングお仕事ですることが多いんですけれども、本当に苦しい方とかって、まあ、お支払いするのが難しかったり、どこかに行くイベントに行くっていうのも難しいかなと思ったので、私がこう出向いてお掃除一緒にやってくれたら代わりにお話聞かせてもらうねっていう場所で行きたかったんですけれども、はい、去年は月1でお掃除していましたら、湯の島のお掃除とかで、うん、平日だったんですけど70人ぐらいいらしていただいたりして、あの、まあ、今本当に一部放送させていただいたんですけれども、はい、50本ぐらいほうきとか熊手とかが乗っちゃうので、今なかなか機能していないんですけれども、本当はそういう風に作るために。そうなんですね。あ、はい、一応テーブルとか椅子とかあって、そうです、あれはまあ扉にもできるんですけど、はい、おお、なるほど。テーブル戻せてお話聞けたり、あとは窓があるので、はい、御朱印とか、まあ、いろんなところの神社とか、なかなか宮司さんがいないので、はい、代わりにお出しできればいいな。ああ、 お守りとかの販売じゃないですけど、キッチンカーのような雰囲気で、はい、その神社仏閣のサービスを行うと、はい、ボランティアでやれたらいいなと思って作ってみました。はあ、作ってもらいました。キャンピングカーとはじゃあ違うものですね。はあ、ボランティア用に。面白い。キャンピングカーとしても使えるような、うん、まあ、機能としてはそうですね。水道とかがないだけで、電気、電気も使えるし、で上にポータブル電源も置いて、はいはい、コンセントの隅で使えるようになってる。キャンピングカーを製作はよく、いや、キャンピングカーじゃなくてキッチンカーがほぼメインで、キッチンカーをメインで作ってらっしゃる。ほぼメインで作ってて、うん、まあ、あのキャンピングカーはそんなに、こういう特殊なものを、あの、個人でこういう風に作ってほしいっていうものは相談を受けたら、あの、そのまま打ち合わせしてそのまま形にしちゃうような形になってるので、オーダーメイドで大体何でも相談しながら作れますよっていう。そうですね、はい、何でもできるわけではないけども、うん、まあ、お客さんが作りたいものはに近づけることはできるかなっていう。今までこういう注文入ったことあるんですか？これは初めてですね。もう本当にリンゴ箱で作ってくれっていう。いや、そのリンゴ箱も、あの、打ち合わせの途中でリンゴ箱が入ってきたんで。わがまま。で、使いたいっていう、まあ、その津軽とかこの青森県のものを使いたいっていう意思が横山さんにあったので、で、その建材、リンゴ箱を建材にしているキープレイスの山沢社長も、はい、もう連れてきて一緒に話させていただいて、で、そのまま、じゃあ外はそのリンゴ箱で行こうかっていう、途中から変わったような感じになりますね。いろいろ青森の要素を詰め込んで作ってみようってなったらこうなったと。そうですね。イタコさんはどこに行ったら会えるんですか？イタコさんは、まあ、オンライン、あの、コロナ、ちょうど開業した時がコロナだったので、はい、オンラインで全国からご相談いただいているんですけれども、直接はちょっと今場所がないので、逆にこれからちょっと作ろうかなと。イタコの資格を持ってるみたいなこと？ですね、資格持ってる方もいるんですが、私小さい時からそういう能力があったのと、はい、まあ、4代前に途中で盲目になっていた子さんっていう方がいたので、ご先祖様に、まあ、ちょっとそういうつながりもありつつ、今はいた子の中でもごみそっていう、いた子の中にも種類が3つぐらいあるんですけれども、はい、ごみそ、はい、あの、いた子さんってよく聞く、あの、恐れ山に、まあ、常にいるわけじゃないんですが、はい、いて中に憑依させて問答をしてっていう方が有名なんですけど、そうじゃなくって、私は割と神様って呼ばれる方の、はい、入れないけどメッセージ聞いて伝えて問答してっていうものをやったり、はい、お味噌はこういた子とか神様の力を使いながら本当に身体の治療をするニンニク灸っていうお灸が伝統治療であって、うん、はい、その治療の修行をしながら、誰か弟子入りとかそういうことなんですか？そうなんですよ。うちの師匠、はい、インド人の、インド人、アメリカ在住の師匠なんですけど、イタコ、インド人アメリカ在住のイタコ、ちょっと多いですね。そうなんですよ。要素が。話めっちゃ長くなっちゃうんですけど。はあ。でも彼もちゃんと下北のいた子さんのところで30年修行して、はい、あまりにこの素晴らしい治療だから世界に広めたいっていうのでアメリカに渡って、まあ、診療を得て、ファンドを得て、治療の場所と伝承の場所を作って、これから
あの青森というか日本に恩返ししますね、頑張りますって十数年ぶりに日本に帰ってお礼参りに来たタイミングで、私がなんか治療のそういう道に進みたいって願掛けに初めて行った時に出会って、これは運命的だなって。津軽が多いんですけど、うん、もう私が普段普通に買い物行く時も大体これで、はい、行ったり、ボランティアに行く時にこれで行ったり。じゃあお掃除したりいたこやったりしてるのをこの車でってます。すごい、はい、なるほど。いや、すいません、急に見させていただいてありがとうございました。ということで、あの急遽お二人にお話を聞かせていただきました。急に本当にありがとうございました。はい、ぜひあの青森県内津軽地方を中心にうろうろしてるそうなんで、この車探していただいて、あと花形モーサーさんに、はいはい、車を相談していただくと、はい、キッチンカーなんか、はい、何でもこう、はい、作ってもらえるということです。ありがとうございます。はい、いや、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。